NMS マルスイヌルは第二次世界大戦期にルーマニア海軍で運用された潜水艦である。マルスイヌルは第二次世界大戦期にルーマニアで建造された数少ない軍艦の一つであると同時にルーマニア製の潜水艦としては最大のものであった。国海に展開した数軸国海軍の潜水艦の中でも最も大出力である本艦は 近代的な潜水艦であった。マルスイヌル浸水式マルスイヌルはハーグのイベスによって設計され、当初は S-2 と命名されていた。1938年にガラチ造船所で建造が開始され、1941年5月4日に浸水した。マルスイヌルは全長58メートル、全幅5.6メートル、喫水3.6メートルの大きさで、 基準排水量620トンであった。推進装置は2機のマンディーゼルエンジンと2機の電動モーターで構成され、2つのシャフトに電力を供給し、海上で最大16ノット、海中で9ノットの速度を出すことができた。武装として 105mm 砲、37mm 対空砲角1機と6機の 533mm 魚雷管を装備していた。 マルスイヌルは45人の乗組員110メートルの潜水深度8000回以上の航海距離を持っていた。マルスイヌルは1943年5月から会場での訓練と試験を開始し、1944年4月に訓練が終わり実戦投入されることとなった。1944年5月11日から27日までマルスイヌルは ルーマニア海軍艦艇として唯一の任務となった紹介任務を行った。マルスイルヌはトルコ沿岸のエレーリトトラブゾン艦及びソビエト連邦のバトミ港付近の紹介活動に着いたが出航直後にソ連軍の潜水艦と誤認されバルナから出航したドイツ軍艦艇から攻撃を受けた。この時には損害を受けなかったがバトミに到着した後マルスイヌルは ソビエト海軍によって発見され、ソビエト軍艦艇と航空機によって何度も機雷による攻撃を受けた。5月19日には43発の機雷を投下され、翌20日にはソビエト軍潜水艦が魚雷で攻撃したが、直撃は免れた。その後すぐにソビエト軍潜水艦は苦戦艇を呼び、ソ連軍苦戦艇により31発の機雷が投下された。 5月21日には、マルスイヌルは、再び43発の機雷で攻撃を受けた。このように再三の攻撃にもかかわらず、マルスイヌルは、大きな損傷もなく、月末に、コンスタンツァに帰討した。マルスイヌルは1944年8月23日に、ソビエト赤軍に露覚され、1944年10月20日に、TS-2 として、ソ連海軍の艦艇として、 最終駅した。1945年2月20日に、マルスイヌル TS- には搭載していた魚雷の爆発事故により、ポティで沈没した。ルカヌルとマルスイヌル。ありがとうございます。